チピー大穴星人だピー、久しぶりっぴね。大穴星人は大穴を狙う星人ピー、ちなみに誰の友達でもないピー、はい、大穴星人この度レギュラーになったピー、はい、毎週金曜日の夜の動画は大穴星人が来るピーよ、そう決まったピー、まあ、ただ土曜日の競馬の予想をするピーけど、いかんせんその予想仕事とかがあっていろいろ19時に出せないことが多くなるピだから、毎週金曜日は結構遅くに動画が上がるかもしれないピけど、でもそれは次の日の競馬予想のためだから我慢してピね。お腹いっぱいピ、レギュラーになったピだから来週も大穴星人と会えるピね。過去2回大穴星人出たっぴけど、回収率がいかついっぴ。1回目やった時もパーセント忘れたけど、どっちもとにかくプラスっぴ、めちゃくちゃプラスっぴで、前回なんかは結構頭数上げて1頭しか来なかったっぴ、でもその1頭来たおかげで回収率プラスっぴっぴよ、うん、だからそういうコンセプトでやってるっぴ。大穴星人はとにかく来てもおかしくないんじゃないかっていう人気のない馬を、バンバン言っていくっぴ。だから買い方とか判断は任せるっぴよ、自分なりの予想に大穴星人の予想入れるっぴね。ちなみにこれ今金曜日の今が夜7時半ぐらいに撮ってるっぴけど、オッズが全然出てないっぴ。もうなんか999倍とかふざけてるっぴ。だから、一応、今までは大穴星人は、土曜日の朝に現れて、一応なんとなくのオッズを見ながら、絞って、この馬がこのオッズだったら美味しいなっていうのを発表してたっぴけど、今回それができてないっぴ。だから、今後もそうなるんだっぴけど、当日の直前のオッズが、そうっぴね、6番人気以降だったらありっぴ。ただ、もしかして人気する馬かもしれないっぴから、今から、5番人気以内、1番人気から5番人気以内に、大穴星人が言う馬が入ったっぴったら、ベビタッピで、もう、消すっぴ。だから、とりあえず多めに言うっぴね。うん、多めに言うから、当日のオッズで大穴に当てはまる、または中穴に当てはまるピッケット時だけ、入れてっぴね。だから、そういうコンセプトだから、来そうな馬を言ってるんじゃなくて、この馬、まあ、来てもおかしくないけど、オッズ美味しいなっていうのを紹介したいっぴね。はい、じゃあ、紹介していくピー。大穴星人は期待値が大好きピー。東京1レース、サンセットベリーピー。美味しそうな名前ピー。阪神1レース、オースミシエロピー。新潟1レース、セルリアンルネッタピー。あと、カイトレッドピー。こうやって2頭以上上げる時があるピーけど、これは、どっちでもいいピ、どっちでもいいから、どっちもが6番人気より人気してなかったら、人気薄い方を選ぶピ。別に、どっちがより来そうとかないピ。どっちが来そうっていうだけだピから、じゃあ期待値で考えて、オッズが冷えのえぐい方を選ぶピね。どっちも5番人気以内だったら無視するピ。新潟2レース、神のモラド、佐野のエスポ。そうだから、まだオッズ出てないから、ちょっと難しいっぴけどね。東京3レース、ラウオスカイっぴ。新潟3レース、スマートミラージュっぴ。
東京4レース希望の星ピ、新潟4レース栗のサンシャインピ、新潟5レースキトリピ、なんか組み立てたくなる名前ピね、東京6レースカメハメハタイムピ、ハメハメって入ってるけど大丈夫ピ、阪神6レースアスターナランハピ、もしくはモズタンジオピ、東京7レーステラフォーミングピ、リュクスフレンドピ、阪神7レース名勝ニタボーピ、新潟7レースノーザンピークピ、エイカイロイヤルピ、大西アーサーピ。だからこれ本当に直前のオッズじゃないと、副賞生活激アツくんってやつが動画で紹介した時に、最初動画で紹介してすぐみんなパッドとかで購入してオッズがグーンって下がった時があったピヨ、だからそのこの動画出て数時間後のオッズじゃなくて、結構直前とかその日の午前中ぐらいのオッズを信用した方がいいピね。どこまで言ったピ、阪神8です、これしんどいピ、ちょっとごめんピ、ちょっとここにするピ、あー楽ピ、これ前回もやったんだけど、この紐が首にかかってしんどいピ、落語家が上着脱ぐみたいにここにかけ出したら本気ピ、阪神8です、ネバーゴンアウト帝王ダヴィンチピ、新潟8レース当選マークピ、東京9レースツインクルトーズピッチパーフェクトピ、新潟9レース サパテアールハイヤーグレードピ、東京10レース PM ピンコシナモンスティックペイシャフェスタピ、オツが一番えぐいやつを選んでピね、阪神10レースケルンキングダムピ、新潟10レースランスオブミューズプロトサマーロゼクランピ、東京11レース伊豆城の奇跡ライティアリアミリアピ、ソダシは選んでないピ、阪神11レースユアヒストリーディアセオリーペルダーイメロトランスナショナルピ、4頭もあげたんだけど、これも全部来るとかじゃなくて、この中で一番人気が薄い馬が大穴成人の期待値が一番高いということピ、重ねて言うピ、新潟11レース SG プリンセスビクトワールメイピ、東京12レースマイステージレイブリアンスラップショットエイシンナプリピ、阪神12レースコルニリアジュンクエスト帝王ポシブルピ、ラスト新潟12レースバーチュアスザアトムカネトシディーバピ、あーつめあら、以上ピ。だから重ねて言うけど、今選んだ馬が例えば4番人気とか、まあましてや1番人気とかだったら大穴成人はおすすめしないピ、だってそれだけ自信があるそのオッズ人気に見合った馬ではないと思うピ、5番人気以内だったら。でも6番人気以降だったら、まあまだ買えるかなみたいな、で関西弁出たピだから、でもショート数だったらまあギリ5番人気もまあ10頭立ての5番人気だったらまあまあちょっと判断してピ、多分でもこの中からまだおつれてないから上位人気も出るだろうし、逆に最下位人気とかもいると思うピよ、とにかく人気が今の時点で薄そうなやつは選んだピということで、ね、もう一個大事なこと言うの忘れてたピけど、大穴成人は無料でこうやってすごい量の競馬予想してるピよ、しかも2回やって回収率がめちゃくちゃ100% 超えてるピ、だからマジで外れてても文句言わないピね、約束ピ、ピーピキリゲーマウスピプイピーピハニセンハリピンボンピーマスユーミピッパ、はい、そういうことピね、みんなの態度が悪かったらもう一瞬でノートで有料予想始めるピね、はい、じゃあ土曜日みんなの幸運を祈るピ、ありがピー。